天聖コロシアム最弱スキルで最強の女たちを攻略して奴隷ハーレム作ります星4。主人公はゲームだけはやたらお上手な高校生のオス。領土拡張派遣国家みたいな異世界ファンタジーローマでは異世界転移ガチャをやっており、最後のポイントを使ってガチャをしてみたら主人公が転移させられてしまう。転移特典で、コピー能力というあたり能力を引いたが、生まれた時から自分の能力に向き合ってきた能力者たちの能力をコピーしてもそいつらよりも上手に扱えるわけないだろボケ。しかもコピーした能力はコピー元の能力の劣化能力なんだから余計ハズレだわ。ということでローマのコロシアムみたいなところに剣闘奴隷として放逐されてしまう。そこでは、対戦相手に負けた方は TS させられて妊娠させられてしまうという薄い本が全裸待機するような実用書的な世界であり、鉄拳でいうところの木人使いの達人である主人公は、ゲーマーの才能を駆使してコピー元が考えつかなかった方法で相手をはめ殺しするクソ激烈によくできた実用書。鉄拳というゲームはストリートファイターみたいな感じの格闘ゲームなのぜ。そこに出てくる木人と呼ばれるキャラはランダムで誰かのキャラの動きをトレースするコンパチキャラで、全部の操作キャラの特性を理解していないと使いこなすことが難しい超上級者向けのキャラなのぜ。この漫画は作画担当が頭おかしいです。この人は前々から絵のお上手な作家だったのですが、このナロー系ではクソ激烈に作画力が向上しており、筋肉のあるセクシーなメスキャラの肉体美だったり、実用向けギャルゲーのような衣装デザインだったりと、実用向けとしての作画力の高さがとないです。シナリオもクソ強メスキャラをどうやってはめ殺しするのかという部分の一級3シナリオであり、出会って5秒でバトルの時よりもさらにブラッシュアップされており、このナロー系もナロー系における一つの終着点のような、あくまでシナリオライター本人が最高にエロいと思う AV を作ったら、その AV がクソ激烈に高品質だったためにエンタメとしてクソ面白いことになったという感じの作品。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。